皆さんこんにちは。仙台河原市 PR 隊の小牧葵です。2021年2月10日の河原市の情報をお伝えします。この情報は仙台河原市もしくは丸山河原市が発生した時にその発生状況をお伝えするものです。もちろんこの情報をお伝えする時にはその日の日本三大河原市全ての発生状況を皆さんにお伝えします。さて今朝は仙台川嵐が発生しました。今朝の仙台川河口大橋の様子を見てみましょう。霧の流れ込みは弱いものの気嵐はしっかり発生していました。高いところからも見てみましょう。柳山からの様子です。ご覧のように今朝は薩摩仙台市街地付近ではうっすらともやがかかった程度で霧に覆われることはありませんでした。仙台川河口のみに霧が流れ込んで気嵐が発生する光景が広がりました。仙台川嵐は今朝で今シーズン23回目の発生です。撮影いただいた瀬野さん、朝早くから登山と撮影をしていただきましてありがとうございます。ではその他の川嵐の情報です。まずは今朝の丸山川の様子も見てみましょう。城崎の様子です。ご覧のように今朝は丸山ヶ嵐の発生とはなりませんでした。残念でも全然上達しませんね。温かく見守っていてください。次にその肱川アザラシちゃんがいる肱川の様子ですが、肱川嵐予報会の竹内さんと中継がつながっています。竹内さん、お願いします。はい、小牧さん、肱川嵐予報会竹内です。現在時刻は午前8時です。今日は嵐展望公園にやってきております。バックには気嵐が流れているのが見えているのではないでしょうか。肱川嵐今朝は発生していますが若干規模が弱く冷え込みが弱かったために南風も弱い状態となっております。1時間ほど前に赤足へ行ったんですけれども、その時の様子も後ほどご覧になっていただきたいと思います。それでは今朝の肱川嵐ご覧になっていただきたいと思います。ご覧ください。肱川嵐、放射切は薄くはなっていますが、気嵐はまだ十分残っております。そして今朝は海上の方が気嵐が大きい状態となっております。今日の天気ですと、明日も肱川嵐発生をしそうです。明日はまた別の場所からレポートをお送りしたいと思います。ということで肱川嵐予報会竹内がお送りしました。それでは See you。 竹内さん、ありがとうございました。明日の肱川嵐は発生しますとのことでした。やっほー。これ河嵐ハンターの声が聞こえたような気がしますが気のせいでしょうか。さて明日はいよいよライブ配信が行われます。こちら明日2月11日午後7時30分から1時間程度、今シーズンの日本三大川嵐を振り返ると題したライブ配信を行います。皆さんと一緒に作り上げていく番組ですので、皆さんからのご意見を事前に募集しています。表示しています受付宛にて皆さんのご意見をぜひお寄せいただければと思います。なおライブ配信の URL は本日中に別途仙台川嵐公式 Twitter や公式 Facebook で案内しますので、こちらもチェックしてください。ライブですので番組がどの方向に向かうかは皆さん次第です。一緒に楽しみましょう。さてこの川嵐の情報は川嵐シーズンが終わる3月末まで行います。川嵐の発生した日はこのような情報を私かもしくはPR 隊の小川さんがお伝えします。
そして時々川嵐ハンターや司令孔明も登場しますので、ぜひご覧ください。また次回お会いできる日を楽しみにしています。以上、PR 隊の小牧葵がお伝えしました。